ご乗車ありがとうございました。あと5分ほどで終点の名古屋に到着いたします。新幹線、東海道線、中央線、関西線、地下鉄線、名鉄線、近鉄線、青波線を乗り換えです。新幹線上り静岡、東京方面は14番、15番線、下り京都、新大阪方面は16番、17番線です。お乗り換えの列車のご案内をいたします。新幹線下り光467号岡山行き、12時11分乗り場は16番線、のぞみ25号博多行き、12時14分乗り場は17番線、光509号新大阪行き、12時19分乗り場は17番線です。新幹線上りのぞみ124号東京行き、12時12分乗り場は15番線、光518号東京行き、12時27分乗り場は14番線、こだま652号東京行き、12時29分乗り場は15番線です。東海道線普通列車の豊橋行きは12時4分乗り場は1番線、新快速豊橋行きは12時17分乗り場は2番線、普通列車の大分行きは12時19分乗り場は1番線です。中央線普通列車の多治見行きは12時9分乗り場は7番線、東急信濃13号長野行きは13時ちょうど乗り場は10番線です。関西線快速列車亀山行きは12時6分乗り場は13番線、快速三重9号鳥羽行きは12時37分乗り場は12番線、東急南紀5号紀伊勝浦行きは12時58分乗り場は12番線です。車内に携帯電話やお手荷物などお忘れ物ございませんようお気をつけください。まもなく終点の名古屋に到着をいたします。3番線に到着、出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。本日も JR 東海東急飛騨号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。Thank you.